ブレダ・セファット機関銃は1930年代 -1940 年代にかけてイタリア空軍で使用された航空機関銃である。ブレダ・セファット機関銃は第二次世界大戦中のイタリアの航空機で使用された機関銃のシリーズ。7.7mm と 12.7mm のバリエーションがある。これらの兵器は古い航空機と比較して より高性能でより良い走行版を持つ航空機の新世代に直面し、より良い機関銃を保有する願望から誕生した。1920年代後半、時代遅れのフィアット射精機関銃の限界を感じていたイタリア王立空軍は、1929年に新型航空機関銃の開発を開始した。ブレダ機関銃は、 イタリアの切迫した事情に合わせて、米国のブローニング機関銃を元に設計された。実報企画は、ブローニング M1919 銃機関銃の 7.62X63mm から 7.7X56mMR に、ブローニング M20 機関銃の 12.7X99mm から 12.7X81mMSR に、 変更された。しかし、後者は、銃の威力を、特に弱め、より高発射速度で、より軽量の機関銃を開発するという目標は、失敗した。それまでは、どのような場合でも、最終的には、強力な企業グループ、フィアット社からのプロジェクトで合意された。フィアット社は、子会社のセファット社によって設計された新しい兵器を、 提案した。しかし、ブレダ、ブローニング機関銃の方が優れていると判明し、それらの設計を販売する、フィアット社による試みにもかかわらず、空軍は、ブレダ社を、契約相手に選択した。フィアット社はまだ諦めておらず、ブレダ社を標的とした訴訟に着手した。しかし、フィアット社は敗訴し、そして、法廷はまた、 トライアル費用を支払う、要フィアット社に命令した。この失敗の後に、ジョバンニアニエリは、セファット社を、ブレダ社に売却して、次の20年間、消火器産業から去ることを決めた。こうして、期間中における、フィアット社の支配は終わり、その時は、ブレシアのほんの小さな工場に過ぎなかったブレダ社の、躍進が始まった。 ブレダ・セファット機関銃の 7.7mm 型は、ブローニング M1919 銃機関銃と似ており、303ブリティッシュ手のいくつかの種類を使用できた。12.7mm 型は 0.8g のペトンを充填した、省エ高校性能榴弾と、鉄鋼弾を発射することができた。ブレダ・セファット機関銃の1 2 7ト、mm、ル型の弾薬は、 12.7x99mm 弾や 12.7x108mm 弾ではなく、12.7x81mmsr 弾だったので、方向初速は他の50口径よりも低かった。マズルエナジーは他の実砲が16000から 17000J なのに対して、ブレダ・セファットは1万 J しかなかった。ブレダ・セファットは、 高い信頼性があったが、それらは、第二次世界大戦時の航空機に搭載された全機関銃の中で最も悪い発射速度、重量比だった。比較すると、日本の503は、ブレダ・セファットと同じ 12.7X81 メートル MSR だったが、銃本体は6から7キログラム、軽く、 36.5g の投射体を毎分800から900発で発射した。本0 3の発射速度は少なくともブレダ・セファットより20%は高かったが、まだ信頼ができた。急ったフラスキーニ・スコッティがブレダ・セファットの性能の改良を試みたが、それはまだ低発射速度で信頼できなかった。高性能榴弾の有用性にもかかわらず、一般に、 イタリア人パイロットはわずか0 8グラムの策略の弱い破壊力よりも鉄鋼弾や焼夷弾を好んだ。他国が12.7から1 3 2ミリメートル口径の高性能榴弾を採用しなかったというのは真実ではない。ほとんど全ての国がそうしたが、彼らはこのクラスの高性能榴弾はあまりにも弱いので金属構造へ小さなダメージしか与えられないし、 コストを正当化できないと評価した。その上、それらは装甲板に対して有効ではなかった。高性能榴弾は2 0ト、mm、ル以上の口径だけが一般的だった。イギリス人専門家はより小口径の高性能榴弾を馬鹿げていると言った。そして、米国はいくつかの1 2 7ト、mm、ル高性能榴弾のシリーズをテストしただけだった。よって、 イタリアは、軽量、高発射速度、高方向速度、適切な発射体重量、高信頼性を持つ、決定的な品質の機関銃を書いていた。ソ連、ドイツ、米国、日本にはそれぞれ、UB-MG131、M2、保103があった。対戦後期に、イタリアの航空機は、連合国戦闘機と同等の火力を得るために、 ドイツの MG151 機関砲を採用し始めた。そのため、MC205G55 折2005などの航空機は、カウルに取り付けられた2丁のブレダセファット機関銃に、加えて、最大3丁の MG151 を持っていた。また、第二次大戦時のイタリアの航空機の最後の世代は、MG151 だけで武装していた。 ブレダセファット機関銃は1935年の設計時点では標準的な性能だったが1940年の基準では明らかに低性能だった。1941年に CR42G50MC200MC202Li2000 はまだ2丁のブレダセファット1 2 7ト、mm、ル機関銃しか持っておらず、時々 翼に2丁のブレダセファット 7.7mm 機関銃を取り付けた。これは1935年当時の CR-32 のものと等しい、実に貧弱な武装だった。にもかかわらず、何千丁ものブレダセファット機関銃が1930年代と1940年代に組み立てられ、その機関のほとんどすべてのイタリアの戦闘機と爆撃機に装備された。 それらを装備していたすべての航空機が段階的に廃止されても、それらの高信頼の兵器の多くが、一部は対空機関銃に回収されて、予備兵器として1970年代まで運用中のまま残されていた。イタリアの航空機で使用された最後の重機関銃は G91R のブローニング M3 だった。日本陸軍の補百酸は、米国のブローニングアン、 M2 機関銃のコピーだが、弾薬は輸入した、ブレダセファット 12.7mm 機関銃の 12.7X81mMSR 弾規格を採用した。そのため、ホ103とブレダセファットは弾薬の互換性があった。ホ103の弾薬が不足した際にはイタリアから、ブレダセファットの弾薬を輸入したこともあった。ホ103に、 マダンと呼ばれる榴弾が存在するのも、原型のブレダ・セファットの弾薬に由来する。日本陸軍は1938年に、BR-20 を輸入し、意識銃爆撃機として採用したが、それに、装備されていた、ブレダ・セファット1 2 7ト、mm、ル機関銃の弾薬が国産化されており、その既存の弾薬を、保百0に流用したとする説もある。 ありがとうございます。